土曜はこれだね。は、長野放送が毎週土曜日18時19時に生放送している情報番組2004年4月10日に放送開始2008年9月までは番組の正式名称が NBS 取れたて情報局土曜はこれだね。であったが2008年10月以降 NBS 取れたて情報局は使われなくなり以来土曜はこれだね。 と題して放送されている。2010年7月10日から地上アナログ放送ではレダーボックス形式での放送になった。2014年4月26日で放送開始500回を達成。You, you, 気分土曜だ。ぴょんに出演していた末吉くんは本番組にも引き続き出演している。本番組のこれまでの最高視聴率は 2011年11月19日放送分の15.7%である。2013年に放送10周年目を迎え番組初のスペシャル番組を放送した。夏のスペシャルは2013年の10周年スペシャルが好評だったことから翌年からもフジテレビ系列で27時間テレビが放送される日に放送されるようになった。月曜だけど土曜はこれだね。 10周年記念桜中継スペシャル放送日時、2013年4月15日18時55分から19時54分、須坂市の画両公園からの生放送、土曜はこれだね。10周年夏祭りスペシャル放送日時、2013年8月3日、第1部12時13時30分、第2部15時17時25分。 第3部18時18時30分メイに MC、パンクブーブー、ゲスト、ジューシーズ、小鉄、番組最長の4時間半。道徳版では、NBS 感謝祭の模様が放送され、長野ビンズルと松本ボンボンの生中継も行われた。また、番組の放送中には、CM 入りの際に、番組の10年間の秘蔵映像も紹介された。 道徳番で実施した、新州の陳対決のコーナーには、長野朝日放送で、放送の、何これ、陳百景で紹介されたものがあった。土曜はこれだね。夏休みスペシャル放送日時、2014年7月26日、第1部12時13時30分、第2部15時17時25分、第3部18時18時30分ゲスト、土立てる雪、火災放置期、 アンバランス、コテツ、土田はかつて NBS で放送されていた、You, u 気分同様だ。ぴょんで MC を務めていた。2003年12月の終了以来 NBS の番組21年ぶりの出演となった、長野放送開局50周年記念番組同様は、これだね。スペシャル放送日時、2019年11月2日、第1部12時 -13。 30、第2部14時30分17時25分、第3部18時18時30分ゲスト、篠原新一、ありがとうございます。